前回投稿の画材選び編に引き続いて完結編をご覧ください。画材選びでは紙の選定と色鉛筆の選定、そして色を塗る順番について動画にしました。画材選びの結果ですが、紙はキメの細かい剣塗紙を使用します。色鉛筆は発色の良いカリスマカラーを使用します。色を塗る順番は赤色を塗った後に黄色を重ねます。詳しいことは画材選び編をご覧ください。ポインセチアの V の名称は紛らわしく、花びらに見えるのが包葉で、中心の粒々が花です。赤色に黄色を重ね塗りします。影には赤色の補色である黄緑色を使いました。同じ要領で包葉を描いていきます。包葉の重なり合う部分は筆圧でコントロールします。赤く染まらなかった包葉には黄緑色と緑色を重ね塗りしました。若干色が薄かったので、さらにブルーマリン色を重ね塗りしました。中心の花には黄緑色、黄色、赤色、そして緑色を使いました。